ハロー、ニメハロー、こんにちは、シャンメイです。本日はゼノンザード第9回配信を撮っていきたいと思います。ですね、このランクのところを見ると分かりますように。ランクが今9でございますが、昇格戦直前で止めてきましたというわけでちょっと今日は昇格戦にチャレンジしたいと思います。ではあと出来替えなきゃうーん迷うけどこっちかな。対戦相手を検索するよ。しばし待たれよ。これくらいのランクだとね、ちょっと見つかりづらい。みんな多分もっとね、上のランクに行っちゃってんだよね、もう。さあ、よろしくお願いいたします。どうしようか。4をどっちか。決まりだね。まあこういう時もあるか。手が悪そうだな、なんかこの反応。後戻りはできないよ。セットかミニオン召喚します。歌えや踊れ。無色マナを配置するのはどうだい。マナをせっこいつを舞台に上げてみようよ。君の立ち位置はここだよ。このカードを選択するのはどうだい。このミニオンをベースへ移動する。ああ、ターンエンドでいいんじゃないか。ターンエンドだね。行きます。マナ、セット完了お願いします。ベースできます。ほらターンエンドです。退屈はしなさそうだね。いいんじゃない。こいつを舞台に上げてみようよ。君の立ち位置はここだよ。ダメだよ、油断しちゃ。せっかく誰にしようか。あれ？なんで？あ、なんか倒さなきゃいけないのか。あ、ん？あ、これか。はいはいはい、なんかあったね、こんなの。しまったな。フィールドに移動するできることがないから。ターンエンドだね。冷静に行きましょう。マナ、セット完了できます。負けません。冷静に行きましょう。ターンエンドです。こういう演出もありかな。はーい、じゃこいつを舞台に上げてみようよ。今すごいメガトンハンマー使いたいんだけどダメかなこいつ。あ、待ってよ、こいつか。君の立ち位置はここだね。こいつを舞台に上げてみようよ。ミニオン
ン召喚。このミニオンをベースへ移動させてはどうだい。はーい、このフォースにアタックしちゃおっか。誰にしようか。ターンエンドでいいんじゃないかな。誰にしようか。ここは防ぎます。悲劇だな。このフォースにアタックしちゃおっ、誰に打ちと。ターンエンドでいいんじゃないかな。私のターンです。マナ、セット完了。これでおしまいです。このマジックなら盛り上がるかな。 It's show time。 このミニオンを選択する。打ち取ったり。フィールドへ移動します。お願いします。できます。負けません。ターンエンドです。こういう演出もありかな。いいんじゃない。こいつを舞台に上げてみようよ。さあさあ、お立ち合い。このミニオンを選択するのはどこ。打ち取ったり。このフォースにアタックしちゃおっか。誰にしようか。フィールドに移動するね。このフォースにアタックしちゃおっか。誰にしよきかな。よきか。ライフにアタックしちゃおっか。誰打ち取った。ライフにアタックしちゃおっか。誰いいね。できることがないから悪意はないかい。大丈夫かな。マナ、セット完了。お願いします。あー、回復するやつだそれ。できます。負けません。フィールドへ移動します。できます。アタック成功でミニオン召喚します。ターンエンドです。ま、こんなものかな。いいんじゃない。ライフにアタックしちゃおっか。ちょっと待って、その前にこれ先に出した方が良くない。君の立ち位置はここだよ。このミニオンを選択するのはどうですか。いい立て師になる。ライフにアタックしちゃおっか。ちょっと待って。あ、でもどれでもいいのか。誰にしようか。ライフにアタックしちゃおっか。誰にしようか。いいね。ライフにアタックしちゃおっか。誰にしようか。打ち取った。このマナをフィールドへ移動させてはどうだい。大根役者はいらないな。フィールドに移動するね。ライフにアタックしちゃおっか。誰にしようか。ライフにアタックしちゃ、誰にしようか。おやおや、滑稽だね。悔いはないかい。冷静に行きましょう。マナ、セット完了。フィールドへ移動します。お願いします。あー、行きます。パスしてもいいんじゃないかい。負けません。できます。パスしてもいいんじゃないかい。壊されちゃった。成功しました。できます。このミニオンにブロックしてもらおうよ。厳しい状況です。できます。負けません。ミニオン召喚します。あ、まだ来る。ミニオン召喚します。ターンエンドです。俺を退屈させないでね。このフォースにアタックしちゃおっか。これでも大丈夫？誰にしようか。このミニオンをベースへ移動させてはどうだい？なぜだい？ライフにアタックしちゃおっか。誰にしようか。
おやおや、滑稽だね。君の立ち位置はここだよ。ダメだよ、油断しちゃ。誰にしようか。舞台袖に履けてね。誰にしようか。あ、なんとか。ギリギリだったね。結構。これにて一件落着。これでルーキーからブロンズに上がりました。君もそろそろ俺の舞台に立てそうかな。わーい。大儀であった。あ、よっぽどてちょっと途中ひどかっただよね。さっきなんて出た、なんか闇に巻き、メンテ前とちょっと違った。バディさんは勝ってんのか負けてんのか。あ、昇格戦はバディさんは関係ないのかな。それじゃですね、もう一戦ちょっと多分負けると思うんですけど、イベントマッチの霜降り明星さんの今日、多分せいやさんにはちょっと今日挑戦して、まあ勝たせていただいたんですけど、粗品さんの方に挑戦したいと思います。この勝率じゃ多分きついかな。多分あの人間の勝率が多分8割ぐらいないと私は勝てない、私は勝てないかなっていう。大丈夫、俺が見てるからね。僕が勝ったら何かもらえたりするんですか。我らが舞台、全部とご覧あれ。いや、待って。こうかな。決まりだね。まあ、こういう時もある。1がないな。さあ、舞台の幕は開かれた。後戻りはできないよ。まだ起きます。ターンエンドで。歌えや踊れ。はい、このマナをフィールドへ移動させてはどうだい。本当に、よくわかんないけどな。移動するね。このフォースにアタックしちゃおっか。誰にしようと。ターンエンドだね。先手必勝でいきたい。ミニオン召喚。歌えや踊れ。このカードをベースに配置するのはどうか。いいんじゃない。こいつを舞台に上げてみようよ。ミニオン召喚。このカードを選択するのはどうだい。ライフにアタックしちゃおっか。誰にしようか。マジックを使います。おや、よしよし、みじんになった。打ち取った。このミニオンをベースへ できることがないから悔いはないかい。よっしゃ、行こうか。俺やミニオン召喚。ターンエンドで。まあ、こんなものかな。無職マナオス、こいつを舞台に上げてみようよ。ミニオン召喚。ターンエンドでいいんじゃないかな。悔いはないかい。よっしゃ、行こうか。マナ配置、俺行くわ。マナの数がさ2倍ぐらい違うんだけども。
冷静に配置する。はーい、こいつを舞台に上げてみようよ。さあさあ、お立ち合い。ライフにアタックしちゃおっか。誰にしようか。いいだ。このマナをフィールドへ移動させてはどうだい。フィールドに移動するね。ライフにアタックしちゃおっか。誰にしようか。いいだ。ターンエンドでいいんじゃないかな。うん、大丈夫かな。よっしゃ行こうか。よいしょ。出しとくわ。俺行くわ。パスしてもいいんじゃないかい。うーん、痛いな。ミニオン召喚。さっき俺や。ミニオン召喚。ターンエンドです。すごい、マナ数がもう3倍近いんですけど。ライフにアタックしちゃおっか。大丈夫ですか。これ出していい。君の立ち位置はここだよ。ダメだよ、油断しちゃ。誰にしようか。おやおや、滑稽だね。誰にしようか。おやおや、滑稽だね。こっちじゃない？誰にしようか。いいだ。このミニオンをベースへ移動させてはどうだい？はあ、こいつを舞台に上げてみようよ。君の立ち位置はここだよ。このカードを選択するのはどうだい？ターンエンドでいいんじゃないかな。どっちかの、まだ壊すのもありなのかなって感じだけど、でそうすると防ぎきれないよね。ベースに配置するのはどうかな。いいんじゃない。ライフにアタックしちゃおっか。待ってよ。誰にしようか。やっぱ来た。仕掛けもございません。このミニオンを選択するのはどうだい。なんで この子なんだろう。なんか あカードがずっと引けるってやつか。いい形になれそうだね。おやおや、滑稽だね。誰にしようか。おやおや、滑稽だね。フィールドに移動するね。ライフにアタックしちゃおっか。誰にしようか。おやおや、滑稽だね。誰にしようか。ライフにアタックしちゃおっか。あ、そして勝てる。勝てる。誰にしようか。あー、やったー。あー、負けたー。あ、なんか報酬がいただけました。ありがたい。
あ、やっぱ途中ちょっと手悪かったよね。さて、というわけで第9回ご覧いただきありがとうございました。ではまた第10回配信でお会いしましょう。では失礼します。